はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今回はバフ、デバフについて話してみようと思います。後で褒めてあげてくださいね。はい、まずはですね、バフ、デバフってなんぞやっていうことなんですけども、バフですけども魔法やスキルやアイテムを用いてキャラクターやアイテムの能力を上昇させる。で、デバフなんですけども魔法やスキルやアイテムを用いてキャラクターやアイテムの能力を弱体させる。まあ、反対の意味になってきますね。両方比べてみるとですね。じゃあパッシブって何ぞっていうことなんですけども、まあ常時発動してる能力ですね。みなしごの仕事においてはバフ、デバフ、パッシブ、この3つがね重要となっていきますけども、今回はバフ、デバフについて考えていこうと思います。まずはバフについて考えてみます。バフなんですけども、味方に3ターン〇〇の効果をかける、その後同じ効果の〇〇を1ターンかけた場合は〇〇の効果は重複やプラスにならず上書きされて1ターンとなる。これはちょっと、不便ですね。ですが同じ、文章でもデバフとなると、いきますね。味方に3ターン〇〇の効果をかける、その後同じ効果の〇〇を1ターンかけた場合は〇〇の効果は重複やプラスにならず、上書きされて1ターンの効果となる。こちらは便利なんですけども、敵にかける場合もデバフというので、ここら辺は気をつけてもらいたいところですね。ちょっとよくわからないと思うのでまとめてみると、バフは同じ効果のバフは重複または上書きしないようにするということですね。ターンは長ければ長いほどいいので長いようにしておきましょう。で、デバフなんですけども、かからないようにする、かけるなら同じ効果のデバフは重複または短く上書きするようにしましょう。で、敵にかける場合は、まあ、バフと同じなんですけども、重複しないようにするですね。なるべく相手にデバフはかけっぱなしの方がいいんで、いいからですね。ちょっとね突っ込んだ話になるんですけども、デッキ編成時はアタッカーは誰にするのか、キャラクターの動く順番は把握できているのか、誰にどの武器を持たすのか、バフに重複はないか、敵にデバフをかけるのは誰にするのかとかね、エトセトラとありますけども、ここまで来るともはや上級者ですね。なので、初心者の方は、このゲームにおいてですね、バフデバフとはどういう効果なのかというところを覚えてもらえればなと思います。はい、というわけでですね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスバタイ。